ウェスタンブロットの例、GFP に対する抗体で行った、関節標識ウェスタンブロッティングの結果例。例1は、分子量マーカー。例2、3、4にはそれぞれ異なった資料を使って、電気エドを行った。PVDF 膜に転写後、GFP に対する抗体を反応させ、一次抗体に、対する西洋わさびペルオキシダーゼ標識二次抗体を、 結合させた。ペルオキシダーゼの酵素活性に由来する化学発光を X 線フィルムで検出した。レーン2と4には黒いものが見える。これが抗体が結合したタンパク質を表すバンドと呼ばれるもの。レーン3にはバンドがないことからレーン3のサンプルには GFP が検出源改良以下しか含まれていないと言える。ウェスタンブロッティングは 電気営動によって分離したタンパク質を膜に転写し、耳のタンパク質に対する抗体でそのタンパク質の存在を検出する手法。別名ウェスタンブロット法。サザンブロッティング、ノーザンブロッティングの流れから半ばジョークで命名されている。全2社は拡散同士の相補性を利用しているが、本法は、 抗体の特異性によって、目的のタンパク質分子を区別している。よって、イムノブロットとも呼ばれる。生命科学の研究者の間では、単に、ウェスタンといえば、これを指す。通常は、タンパク質の立体構造を破壊し、さらに陰性に加電させるために、加減4系海面活性剤である、ドデシル硫酸ナトリウムやに、メルカプトエタノールを加えたバッファーに、 タンパク質を溶解させる。これを SDS ページにて展開し、ニトロセルロース膜や PVDF 膜に転写する。この膜に対して免疫染色を行うことでタンパク質を検出する。単にタンパク質の存在を検出するだけでなく、そのタンパク質がどのような状態にあるかも適当な抗体を用いることで検出できる。 また、免疫沈降法という手法により、目的のタンパク質が、どのようなタンパク質と結合しているかも調べることができる。このように、生命科学の分野においては、現在も、極めて重要な手法として、多くの研究者の間で重宝されている。狂牛病の二次検査で、異常型プリオンの検出に用いられている手法の一つでもある。以上を踏まえ、 それぞれの実験に応じた装置を選択する必要がある。ありがとうございます。